膳場貴子さんは3回の結婚と2回の離婚を経験していました。今までの結婚相手だけでなく、離婚や再婚といった結婚歴も注目されています。今回は膳場貴子さんの結婚歴や相手、子供などの情報について見ていきます。膳場貴子さんは NHK にアナウンサーとして入局し、フリーになってからは TBS と専属契約を結び、2023年は土曜日夕方の報道特集に出演しています。東京大学を卒業した才女としても有名ですよね。そんな膳場貴子さんですが、今までに3回の結婚と2回の離婚をしていました。1回目の結婚は大学時代から交際を続けていた会社員の一般男性で、2001年5月に結婚したものの2003年2月に離婚をしていました。2回目の結婚はミュージシャンの瀬名俊介さんとしており、2005年10月に結婚していますが2007年末に離婚という決断をしています。3回目の結婚は広告代理店に勤める一般男性と2015年春に結ばれましたが、なんと今回はできちゃった結婚だったそうです。膳場貴子さんが結婚した3人の共通点は自分と同じ東大卒でした。2回の離婚について共通しているのは膳場貴子さんが仕事を優先したことによるすれ違いやお互いの結婚観の違いといったところでしょう。膳場貴子さんが最初に結婚した男性は東大の同級生で、学生時代から始まった交際は約5年とかなり長い付き合いをしていました。お相手は一般男性なので顔写真や名前は公開されていませんでした。膳場貴子さんはキャリアウーマンなので家事をほとんどせず、旦那さんの実家との付き合いがギクシャクしたことも、離婚原因だと言われていました。ただ、離婚について詳しく公表していないので離婚理由は不明のままでした。それにしても交際期間が5年というのはなかなかすごいですよね。結婚期間は2001年5月、2003年2月で約1年9ヶ月。2度目の結婚相手、ミュージシャンで作曲家の瀬名俊介。瀬名俊介さんは東欧の理学部を卒業して、リタリットという音楽ユニットで2000年末までアーティスト活動していました。ユニットを解散後にソニーへ入社したらしく、イギリスで勤務していたことから膳場貴子さんも移住して専業主婦になりました。膳場貴子さんは2006年9月頃にニュース23のサブキャスターを務めるために帰国しますが、結果として別居生活になったことが離婚の理由かもしれません。瀬名俊介さんはアイルトン・瀬名という名義で活動をしており、2016年11月に発売された AKB48 ハイテンションのカップリング曲を手掛けていました。ユニット、テントウム中には西野美希さんなどが在籍していました。瀬名俊介さんは現在、2023も作曲家として、ソニーミュージックに所属しています。結婚期間は2005年10月、2007年末で約2年2ヶ月。またしても東大生との結婚になりましたが、今回の旦那さんは柔道部に所属していたスポーツマンタイプなので、今までとは少し違う感じでした。二人の結婚生活がニュース記事になっていたので紹介させていただきます。二人は都内の桜の名所にほど近い高級マンションで、すでに一緒に暮らしています。ただ、膳場さんは出産後にキャスター復帰したい意向と聞いています。また、再び姓を変えることを嫌がって、旦那さんが膳場姓になったそうです。意外にも今回の結婚は、できちゃった婚だったらしく、2015年11月30日に第一子となる女の子を無事に出産し、2016年2月8日に仕事復帰をしています。結婚期間は2015年春現在。膳場貴子さんは今までに3回結婚をしていますが、子供は3回目の旦那さんとの間に生まれた女の子一人だけでした。しかも、40歳の時の授かり結婚。3度目の結婚に関しては、この妊娠が結婚を後押ししたとも言えます。子供については顔や名前などの詳しい情報は公開されていませんが、出産した日時は2015年11月30日だと報じられていました。膳場貴子さんは私生活を秘密にしていますが、筑紫哲也さんの私たちは芸能人ではないから私生活をすべて公表する必要はない。
と助言があったそうです。最近では個人情報保護の点から、芸能人家族でも非公開が増えていますよね。仕事や年齢的なことから第二子の誕生は難しいかもしれませんが、こればっかりは授かり物なので運を天に任せるしかないですね。TBS 系報道特集でキャスターを務める膳場貴子さんは、NHK でアナウンサーとしてニュース番組や、プロジェクト X、挑戦者たちなどを担当した後、2006年に退職。フリーに転じた後は、筑紫哲やニュース23など、TBS の報道番組で活躍してきた。双方の現場を知る膳場さんは、NHK の強みを再認識する一方で、政治への忖度が足かせになることがある、と感じるという、膳場さんが見てきた NHK と民放の違い。そして公共放送に期待することは、受信料値下げ、新会長就任と大きな動きが続き、インターネット発信の本業化も議論されている NHK。メディア環境が激変するデジタル時代に、公共放送はどうあるべきなのか、元局員や有識者に聞きました。TBS では一貫して報道番組を担当し、語りやスタジオ回しに安定感を感じます。元踊り時報道志望だったのですか？好きですが、報道志望というような大それたものでは実は、なかったです。あくまでも一生活者として、物事、社会をジャーナリスティックに見るのは面白いし、自分も社会の一員として必要なことだと思っていました。もちろん今は報道の仕事が好きで携わっていますが、当初はいろいろなことに興味があるうちの一つという感じでした。TBS の報道局で感じるのは、報道メディアは権力を監視するウォッチドッグでなければいけない、という基本的な意識がスタッフみんなの中にあることです。中でも16年から担当している報道特集は、特に独自の調査報道をしていこう、という意欲的な姿勢で取材をしています。権力というのは政治的なものに限らず、大きな影響力を持つ力や存在など広い意味で捉えています。NHK も民放も番組が政治的に公平であることは、放送法で定められていますし、取材活動自体は、そうは違わないと思うんですが、番組に携わる記者やディレクターの裁量は、全然違うなと感じることが多々あります。NHK は組織が大きいので、組織として物事を決定していく。番組を超えて、その上の人々の意思を反映して、決定していくところがあるんです。TBS は、個々の記者、ディレクターの個人の意思が、最大限尊重されていると感じます。報道番組で比べると、記者やディレクター、キャスターが、自分はこう考える、と意見したり、問題提起をしたりすることは民放では当たり前ですが、NHK は少ないですね。また、NHK ではやはり政治に気を使いました。別に誰かに言われるわけではないのですが、不分率がいろいろあったと思います。私が NHK のニュースセンターにいたのはもう20年近く前ですが、特に政治ニュースに関しては、アナウンサーは基本的に、記者と打ち合わせて想定した質問以外のことは自発的には聞けない、という体制でした。私のキャリアが浅かったこともあるのでしょうが、膳場さんが NHK 時代に先輩から、NHK はねっと諭されたエピソードとは、NHK の取材力、ポテンシャルを知っているからこそ、それが忖度から発揮しきれていないことを膳場さんは残念がります。そんな膳場貴子アナの家族情報が気になります。調査したところ、膳場貴子アナの実家はお金持ちとみて、間違いありません。それというのも、膳場貴子アナの実家は、世田谷区の三大地主のうちの一つだそう。かつて、世田谷区には膳場家、大場家、秋山家の御三家が、大地主として君臨していた過去があります。そのため、膳場貴子アナの実家は当時の名残で、広大な土地を持つ豪邸なんだとか。一部の噂によると、実家の土地面積は400坪であるとも言われています。また、膳場貴子アナの先祖には、安土桃山時代に下北沢を開墾した膳場将軍がいたことが分かっています。膳場将軍は、
下北沢の発展に大きく貢献した歴史上の人物。安土桃山時代に名門武家の吉良家が滅亡した後、前場将軍は未開の地であった下北沢を開墾したそうです。つまり前場高子穴は由緒正しい家柄のお嬢様ということになりますね。また前場高子穴は中学高校はお嬢様学校として知られる女子学院中学高校に進学しています。女子学院中学高校は女子御三家とも呼ばれており、学費の高さもさることながら偏差値70以上と学力も高くなければ入学できません。中学のお受験前に学習塾に行く必要もあります。前場高子穴の実家は高額な教育費を捻出できる裕福な家庭なのでしょう。前場高子は父親の仕事の都合で1歳から7歳まではドイツに移住し、その後日本に帰国しました。小学校卒業後は有名私立の女子学院中学高校に進学、大学在学中は劇団ビショップに所属し、モデルやグラビアアイドルとして活動。大学3年生の時に医学部健康科学看護学科に進学しています。報道関係の仕事に興味を持ったことがきっかけで、大学卒業後は NHK に入社しました。学校や仕事の場ではストイックすぎるほど真面目な前場高子穴、家族の前では心置きなく甘えられるなんて、よほど心を許した間柄なのでしょうね。これからもギャップが魅力的な前場高子穴の活躍から目が離せません。最後までご視聴いただきありがとうございました。